演舞開演。どうも、本日はこちら神戸屋さんのプチミルクを食べたいと思います。ではいただきます。一口噛んだ瞬間に優しいミルクの香り、風味が広がってとっても美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。